はい、どうも安尾です。ボリュームやっていきます。今日はですね、ウーコンプライムの4番特化のビルドをご紹介していきたいなというところで、まあ、過去にね結構4番特化の動画を上げてたと思うんですけど、ウーコンって結構ね動画上がってるんだよね。で、まあ、ただ最近ですね、ウーコンのアビリティのリワークが入りまして、先日ね、ウーコンプライムアクセスの動画を上げて、その時にもねアビリティの変更の内容についても触れてたと思うんですが、まあ、今回はそちらのビルドをご紹介していきたいなと。まあ、結論から言うと、リワーク前とリワーク後だったらリワーク後の方が断然強いですね。4番の、まあ、機動力もそうですよね。スラ隠してるだけでねめちゃくちゃ速く動けるから制御不能なレベルで速いんですよ。さらに、3番がちょっと変わって、まあ、この3番はね正直ちょっと使いづらいかなというところですかね。ただ2番がめちゃくちゃ強いんですよね。不死身の回数がやっぱり制限されてはいるんですけれども、この2番のおかげで移動速度も速いですし、回復もねめちゃくちゃしやすいので、この2番のおかげで本当に強くなったかなといったところですかね。もちろん1番でちょっと悪さはいろいろとできそうな感じなんですよね。今まであんまりウーコンといえば防衛向きなフレームではなかったので、1番のこのスペクターのおかげでわりかし使っていけるような感じになったのかなというところですかね。次がステータスの変更点なんですが、走行値が250から275に変更されましたね。この走行値の変化で何が変わるかと言われたら、いや今回のこの走行値、まあ上がって嬉しいものだけれども、枠の都合上走行をもっと詰めないからそんなに効果は見込めないのかなというところですかね。でシールドが100から120に変更されました。ここはアダプテーションがあるから一応まあ良くなってるのかなぐらいですかね。でエネルギーが120から130ですね。上がってはいるんですけれども、結局トグルの数が減らされたから、2番と4番が、2番がトグルじゃなくなったので、まああんまり嬉しくはないかな。4番のトグルのエネルギーさえ確保していれば、今のウーコンはわりかしアビリティとか連打できるような性能なのでって感じですかね。で移動速度、これは嬉しいね。 1.00 から1.05 に変更されましたね。まあ、上がって嬉しいものだけれども、そんなに変化はないかな。結局ウーコンプライムはステータスが変わってはいるけれども、なんかめちゃくちゃビルドが変わってくるなっていうようなステータスではないですね。クローマの時みたいな感じではないです。で今回完成したビルドがこちらですね。使ったフォーマの数が4つで、まあ、ちょっとプライムにしては多かったのかな。最近は2つとかでプライムだったら大体収まるんですけれども、今回4つということで、まあ、4番特化といえば大体3つぐらいビルド存在するかなといった感じですかね。今回のナローマインドプラスエナジャイでエネルギー関係をがっつり良くした感じのビルドプラス、FE にしてエナジャイのところをフューリーにするっていうビルドですね。まあ、エネルギー関係を、まあ、良くしつつ、さらにエナジャイを外してその分、火力に盛ると。まあフューリーなのでね4番で効果受けられるから、まあ攻撃速度上がるだけでも DPS 上がるからねって感じのビルドですね。でもう1個がかなりエネルギー関係を良くしたレイジ型ですかね。まあナローマインドと交換して、でエナジャイズのところを、フューリーにするといった感じで、まあ攻撃受けるからね、やっぱウーコンって近接持って動き回るから、まあ能動的に、発動できるのかなというところですかね。で肝心の元の内容なんですけれども、オーラースティールチャージですね。正直ここは CP の方がいいんですけれども、ちょっとコストの都合上つけられなかったですね。ただしナローマインドをレイジかもしくは FE に変える場合だったらつけられるのかなというところで、まあ、その場合はつけてくださいといった感じですかね。でエクシルスのところなんですけれども、パワードリフトね、ここカンニングドリフトとちょっと迷ったんですけれども、ノックダウン無効化っていうのがちょっと重要かなと思いましたね。ウーコンの場合だったら
あの昔みたいにね、無限に復活できるような性能ではなくなったので、ちょっとノックダウンしたら危ない時もあるからね。やっぱいくら2番ですげえ回復できるからといっても、ノックダウン中はアビリティ使えないからね。その時がやっぱ死ぬパターンだから、つけていきたいですかね。カンニングドリフトのそのスライディングが伸びやすくなるっていうのもでかいんですけれども、はい、まあパワードリフトの方が安定するのかなといった感じですかね。で、4番の増強モッドと、これは絶対つけていきたいですかね。めちゃくちゃ強いので。で TF のストリームラインのナノマインドと、ウンブラルインテンシファイバイタリティといった感じで、あとはプライムドコンティニティアダプテーションですね。まあ走行値もっと詰めてないんですけれども、まあアダプテーションつけているプラス、そうだね、一応保険としてアルケインガデイアンつけてるので、まあ一応ヘルスの管理は大事ですかね。やっぱりこっちのビルドはね、赤クリを連発しまくるっていうビルドですね。フォーマー4つでできるんですけれども、まあ、さっきのねビルドは、まあ、あくまでも本当にテンプレートっていうか、まあ、使いやすさ重視で組んでみた感じで、こっちはちょっとねピーキーな感じになりましたね。で、まあ、内容としてはグラディエーターを使った形ですね。でハンターで、まあ、エネルギーを供給しまくる。そして、アベンジャーですね。これが重要で、まあ、これダメージを受けると、クリティカル確率が加算されるので、まあ、結構ねクリティカル出しやすくなる。もともとこれつけてしまえばクリティカル出るんですけれども、オレンジクリとかが出しやすくなる。さらに、グラディエーターの効果で、まあ、さらにクリティカル確率が上がって赤クリまで出せますよっていうやつで、で最後アルケインストライクですね。これはね、まあ、フューリーと迷ったんですけれども、まあストライクの方が扱いやすくなるかな。火力面としてはフューリーの方がいいんですけれども、次ね2つ目に紹介したビルドで持っていく武器っていうか、まあ構成かな、モッド構成っていうのがちょっと重要になってくるんですよね。こちらのグラディエーターシリーズ3枚つけて、まあ、このセット効果を跳ね上げるっていうのも大事ですね。まあ内容は正直これさえつけとけばぶっちゃけいいかな、どうせ近接も4番で戦うことになるので。次がね4番のモッド構成ですね。まあ、フォーマー4つなんですけれども、てか4番武器系でフォーマー4つって結構珍しいの、いやそうでもないな、バルークとか結構重たかった気がする。まあそれはどうでもいいとして、まあ内容はね本当にこんな感じになるかな、大体正直言うて。このサクリファイスの、クリティカル確率っていうのも重要になってきますし、そうだね、このプライムドフューリーのところ、さっきアルケインストライクつけてたと思うんですが、それフューリーにする場合はバーサーカーの方がいいと思う。逆にストライクの場合はフューリーとかにしてやってった方が戦いやすい気がし、まあ近接は正直癖だからね結局のところ。まあそこの構成はまあお好みで。さあ見ていきましょうか。アリットヘビーガンナー165ですね。いつもはなんか100レベルで見てると思うんですけれども、ちょっと今回のこのウーコンの4番100レベルじゃ耐えきれないと思ったんで、とりあえず、まあ、殴ってるんですけども、まあ範囲広いねやっぱね。あの固定化されたおかげでリーチつけるだけで簡単にねマックスの状態で殴れるからね、だいぶ早いですね。あとねこのコンボで地味にねノックダウン取れるんだよね簡単に。これこの丸連打するだけのコンボで、これ結構いいよね。固い敵に対してこれ使っていけばいいかな。普段はまあこのスラカクとかで殴っていけばいいんですけれども、本当にね早くて制御できないんだよね。あのスラカクがすげえ伸びるんだよこれ、ここまでいくからね、なんか丸連打するだけでっていう感じで本当に使いやすくなってますね。まあ火力はまあ上がってるには上がってる。特に4番の増強のおかげでクリティカルが簡単にね伸びるから。ただ今回はねこんな4番のことじゃないんですよ、僕が見たいのは。やっぱね、1番のスペクター、正直。やっぱスペクターって、まあ、こういうストランレースとか、こういう風に、一発一発リロードしていく系、やっぱ強いんですよ。まあ、これも安定の武器だよね、スペクターに持たせるんだったら。他なんだろうね、俺ね、これ結構いける気がするんだよね。ということで、見ていきましょう。さあ、撃ってください。は？ちょっと待って。ちょ待って、この武器そんな武器だったか？お前そんなに連打する武器じゃないだろそれ。結構えぐいぞこれ。あ
これめちゃくちゃ強いな。まあ、なんかちょっとインチキっぽかったけど、他なんだろうね、プライマリー武器で合うって言ったら、ザーはかなりいい武器だよねこれ。ただオープンワールド系で使ったらちょっと射程距離短いかなっていうところですかね。もう本当にこれ安定だよね。面制圧プラスリロードも、ほとんどないからバッチ打っていけるから、これめちゃくちゃ強いね。他なんだろうね、何がいいのかな。まあ、スナイパーは確実に一匹一匹減らしてくれるけど、ちょっとリロード挟みまくるからちょっと使いづらいよね。待てよ、セルノスとかってどうなるのこれ、スペクターに持たせたら。弓は、あ、めちゃくちゃ長いですねまあ正直プライマリーの方はちょっとあんまり向いてる武器が少ないよね。こうしてみるとこれとかも結構ありだと思うし、やっぱこれか、ドラコンかうん、これは有名だよね。これ持たせたらめちゃくちゃ強いのは、あ、待てよ、これもっとつけてるか、つけてると思う。とりあえず撃っていこうか始まった始まったちょっともっと多分適当だと思うんですけれども、ん、なんだこれ、どんなモッド構成だこれ。ちょっと待って、磁気となんかガスが出てるね。ちょっとよくわかんない構成してるなあ、待てよ、セカンダリーとかこれとかやばいんじゃないか。シアネックス、これこれ穴場武器なのではこれリロードさ結構早いよね。しかもなんか長弾するからちょっと面白い挙動をしてくれそうな気がする。あーあ、なんかまあ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 、まあ、強いわ、まあ強いわこれ。普通に長弾してない気がするな。あ、いや、してる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 、あ、してるな。いや、長弾はするけどあれだね、追尾はきっちりしてくれないな、あんまり。まあ、カスタナスとかもすごいですよねまあ、手裏剣系ですし、さらに爆発するので、まあ、雑魚殲滅はすごいことになりますよね。たまに本体に引っ付けられたりするんですけれどもはい、まあ、これも全然いいよね、この武器も。あー、他になんだろうね、向いてる武器といえば、まあ、クラスターとかも結構面白そうな動きそうだけども、防衛とかで持っていけばまあ安定して使っていけるんじゃないのかなと思います。ただしリロード結構挟むと思うけど、他なんだろうね、まあポックスで普通に腐食ばらまくだけでも全然使っていけると思うし、まあやっぱド安定な手裏剣系だよね。まあ特にカスタナスとか、あと飛行とかもいいと思うし、あとなんだろうね、手裏剣、まあポックスもそっか、手裏剣か一応。ちょっと穴場のところでシアネックスとかちょっとあんま挙動が安定しなさそうだけど、まあ面白い動きできる。あ、スタチコアとかも結構強いんじゃないかな、スペクターに持たせるだけでも。あ、どうだったかな、スタチコア、いや微妙だった気がするな確か。他なんだろうね、アングサムとか、いやまあクラスターとそんな変わんないか。あ、スタグとかってどうだったかな、確かスタグもね、なんかね微妙な感じなんだよねこれね、確かね。はい、まあそんぐらいですかね。ということで、まあ、ぜひね、まあ、いろいろとちょっと試してみてください。あのやっぱ今回のウーコンは本当に持っていく武器でだいぶ変わってくるかな。まあ4番特化なんで、これ基本的にこれ使うから、このスペクターもね4番持つんだけど、まあそれでも一応ね、まあ防衛とかでいろいろと使い道あると思うので、ちょっと試してみてくださいということで、以上、予想でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。